G. ダライアス a は1997年に台頭から発売された横スクロールシューティングゲームでアーケードゲームとしてはダライアスシリーズの第4作目になる。後に全体的にゲームスピードと難易度が上がった G. ー・ダライアスバージョンにも発売された。キャッチコピーは君は生命の誕生を見る。1レバー2ボタン。バージョンにはショット連射ボタンが追加されて、 3ボタン仕様。キャプチャーボールを敵に当てるとその敵を打破し、磁期の援護や防御に利用できる。さらにこの状態で、ショットボタンをしばらく押しっぱなしにしてから離すと、アルファビームを発射。もしくは、キャプチャーボタンを押すと、キャプチャーボムとして利用できる。レーストームと同じく、シリーズで初めてキャラクター、背景ともに、ポリゴンによる 3D グラフィックを使用している。 しかし、基本は、横スクロールのツーリーシューティングゲームとなっている。また、ダライアス外伝に引き続きゲーム画面は一画面である。なお、本作における仇役は、ベルサーではなく、人類を遥かに超越した存在とされる機械、生命体、セマの軍団である。セマと、ベルサーの関連性については、最終面の一つのエンディングにおいて語られる。セマについては、 鋼鉄のごとき装行を持ちつつもしなやかな機動性を合わせ持つ有機体とされている一方、神のごとき超越存在、審判を下すものといった性格づけもなされている。ダライアスシリーズ全体のストーリーボードにおける位置づけとしては、時系列上はシリーズ作品中最も古い時代を描写しており、初代ダライアスよりもさらに遡った時代に相当する作品となる。 ゲーム中の世界においては、ダライアスという固有名詞はほとんど登場しないが、最終面の舞台設定は、惑星ダライアスの衛星、カズムンとされており、エンディングにおいては、従来のシリーズで仇役として描かれてきた、ベルサーの発祥、惑星ダライアスの誕生などの核心部分が描かれる。特に増入のエンディングは、本作のキャッチコピーを象徴的に表現し、 本作以降のダライアスシリーズにおいて極めて重要な位置づけとなっている。各ゾーンの世界観は非常に個性的で変化に富んでおり、同一ゾーンでも前述の上下分岐により全く違う世界観、表情を展開する。ゾーンごとの個性にとしし、ダライアス2とは対照的で5面エンドでありながらゾーン構成の完成度は高まったと言える。ゾーン構成は に択方式を誇示しつつも、従来の7面構成から5面構成となり、ギリシャ文字のアルファベット表記によるゾーンアルファからゾーンまでの全15ゾーンとなっているものの、各ゾーン内において、中盤からさらに2点に分岐するため、バリエーションは豊富である。ゾーン内分岐は、各ゾーン中盤にて、横ラインによって画面が上下に分断され、画面の上半分、 下半分のどちらに時期が位置したかで決定される。総面数の減少により、業務用作品では、シリーズ初めてのゾーンごとに異なるボスとなり、また同じゾーンのボスにおいても、中盤以降のルート選択により、攻撃パターンが異なるため、実質的に各、各ゾーンともに種類のボスを要することになる。ボスがすべてポリゴン 3D 表現となったため、 やや大味な外観デザインも見受けられるものの、初代からの血統を受け継ぐシーラ感想とシゴクジラ、ウミガメなどのモチーフを活かしたボスも健在である。ボスは一部のランダム攻撃を除き、攻撃ルーチンが確立されているためパターン、覚え要素が強い。外伝のファッティグラトンクラスティハンマーのような攻撃の激しいボスがいないため、アルファービームまで耐えることができれば、ほとんどのボスは、 突破可能である。なお、3ゾーン目までに比べると、4ゾーン目からの難度上昇がやや極端である。ゾーン選択による難度のばらつきはやや抑えられており、下ルートが他に比べ難しい程度で、他のルートは最終面も含めさほど変化はない。道中ボス中では、アブソリュートディフェンダーが他に比べ若干難しい程度、最終ボスでは、 クジラこと GT およびヘビーアームズシェルが難しい部類で他の3体はそこまでではない。アイテムを取ることでパワーアップでき一定数取るとレベルアップする。シルバーホークはキャプチャーボールというものを敵機に当てることで中ボスを含むほとんどの敵をキャプチャーすることができる。明確にキャプチャーできない敵はソリドナイトと呼ばれる金色の装甲に覆われていることで判別できる。 中ボスは金色の仮面のような装甲をまとって出現しこれもそのままではキャプチャー不可能だが一定ダメージを与えると装甲だけ破壊されキャプチャー可能になるキャプチャーされた敵は味方として時期に合わせて移動しながら攻撃に参加する攻撃方法はキャプチャーした敵の種類によってセンサ版別であるまたキャプチャーした敵に敵弾や敵本体が接触すると弾を消したり 接触した敵にダメージを与えたりする。敵の種類ごとに耐久力が設定され、一部を除き一定のダメージを受けると破壊される。なお、初期設定では、時期出現時にはこのキャプチャーボールを3個所持しており、また紫色のアイテム1個につき1個入手可能。最大所持数は6個であり、それ以上入手しようとすると代わりに5000点入る。ゲームクリア時に何個残していようとも、 一切ボーナスは入らない。キャプチャーした敵は時期に随伴させての通常攻撃のほか、キャプチャーボムとアルファービームの二つの用途に使用できる。キャプチャーボール発射ボタンを押すことで、キャプチャーボムが発動でき、キャプチャーした敵を爆破することで敵弾をかき消す効果のある爆風を広範囲に発生させる。また、ショットボタンを1秒間押し続けると、アルファービームが充填され、 ボタンを離すと青い強力なビームを正面方向に一定時間発射する。発射時間はショットボタンを連打することで延長される。後述のアルファビームカウンターを行い打ち勝つことで発射時間がリセットされる。キャプチャーした敵の攻撃、体当たりで敵を破壊すると得点に倍率がかかる。キャプチャーした敵の攻撃で敵を破壊すると得点が2倍となり、 キャプチャーボムでは3倍、アルファービームでは4倍となる。アルファービームとして使用した場合の注意点として、ボムとして使用した場合と異なり、無敵は射出直後の短時間で終わる。また通常のアルファービームでは後方に、隙ができ、後ろからの攻撃には弱いが、カウンタービーム以上の場合は、アルファービーム発射口の高級が時期をすっぽり、覆ってしまうため、 死刑や貫通する攻撃以外に対する隙はない。ボスが発射する赤色のベータビームに対してアルファビームをぶつけるとアルファビームカウンターと呼ばれる双方のビームが押し合う状態になる。ビーム干渉中にボタンを連打するとベータビームを押し返し最終的には相手のビームを吸収しアルファビームがさらに太く強力になる。連射数が低かった場合は逆に アルファビームが吸収され、敵のベータビームが強力になってしまう。最大4倍まで威力を上げることができる。ボス戦においては、高威力のアルファビームを用いて、ボスを撃破するという制作側の意図のために、すべてのボスの耐久値が高めに設定されており、逆にアルファビームを全く使用せずに通常攻撃のみでボスを撃破しようとする場合には、ボス戦が 大幅に長引いてしまう。中ボスの場合、特殊コマンドにより、特殊ショットが打てる。ゾーンによっては、中ボスが異なるが、同じ面数での中ボスは、特殊コマンドが共通している。下の表は、時期が右を向いている場合のコマンドである。なお、ニュートラルでは、方向レバーを、どの方向にも入れずに直立させること。ジーダライアスのアッパーバージョンと言える作品で、 ゲーム全体の高難易度化やボス戦のゲームスピードの上昇などを主な特徴とする、以下に主な変更点を挙げる。このような過劣な高難易度化に至った背景にゲームのプレイ料金の問題があった。当時ゲームセンターにおいてはビデオゲームの占める割合が縮小される一方であり、それを食い止めるために本作でプレイ料金の値上げに踏み切った。しかし、それが プレイヤーに受け入れられなかったために100円という料金に合わせたプレイ時間を想定した難易度に改定を行った。これは純粋に1ゲームあたりのプレイ時間を半分にさせるための調整であり、初心者モードの設置は初めからこの難易度に一般プレイヤーがついてこられないことを確信した上での設定であることを物語っている。なお、この試みは営業面で失敗し、 そのため台頭はビデオゲーム自体のリリース点数をこれ以降極端に減少させることとなった。このため2010年7月にダライアスバーストアナザークロニクルの発売決定が発表されるまでの13年にわたり本作がアーケードのダライアスシリーズ最終作となっていた。なお本作のスタッフはバージョン2のデバッグが完全に完了してない形で リリースされたことが遠因で、後に独立してグレフを設立した。G ダライアスというタイトルにちなみ、核像名の頭文字は G に統一されている。本作では最終ボス撃破後、エンディングと表されるとして、これまでのシリーズ作品では一枚絵が表示されていたところに CG モデルによるリアルタイムアニメーションのムービーが挟まれ、 その流れのままスタッフロールが始まるようになった。ムービーには音声、解説が一切入らないため、それだけでは難解なものもあるが、プレイステーション版ではクリアしたゾーンのエピローグのムービーの解説を見ることができる。なお、スタッフロール中の BGM 未来完了フロム7はダライアスの最終ボス戦の BGM ボスシーン7のアレンジである。惑星アムネリア、 幾多の戦乱の後、平和と繁栄を手にしたその星の人々は、宇宙開発に乗り出し、アムネリアの衛星、ブレザへの移住を果たす。だが50年後、アムネリアのもう一つの衛星、マーサの獲得をめぐり、アムネリアとブレザの間で、聖艦戦争が勃発。軍事競争の果てに生み出された悪魔の兵器、AN により、ブレザは消滅してしまう。 ようやく過ちに気づいた人々は、兵器を捨て、再び平和への道を歩み始めるのだが、宇宙そのものを消滅しかねないほどの、オーバーテクノロジーである。AN の出現は、宇宙の平和を守る、謎の機械生命体軍団、セマの目覚めを促してしまった。圧倒的な力でアムネリアを襲うセマ。偵察部隊程度の戦力を相手に、アムネリア王立宇宙軍は全滅してしまう。 滅亡の危機を前に、アムネリア王は敵軍の機体コアと禁断の力、AN を組み合わせた最新鋭戦闘機の建造を決断する。かつて、初代アムネリア王を導き、世界に平和をもたらしたとされる伝説の鳥、シルバーホーク。その名を冠された銀翼の鷹は、2名のパイロット、サムラックライダーとルティアフィームを乗せて飛び立つのだった。今、 ダライアス創生の物語が始まる。原点では、ゲーム開始直後に、B ボタンで敵をキャプチャーせよ。というメッセージ画像が出てくるが、家庭用では、PS4、スイッチ版を除き出てこない。当時のゲーム雑誌、ゲーメストの企画、第11回ゲーメスト対象で、読者投票により、ベスト VGM 賞1位を獲得している。また、 1997年に刊行されたゲームエストムックザ・ベストゲーム2において、それまでの全アーケードゲーム作品を対象とした読者投票では第11位を獲得した。ありがとうございます。